さっき急にお腹が痛いって言い始めて。病院に行けば。それが今日は休みだし、この時間じゃ病院は。じゃあ救急車。それがマリちゃんが大げさにしたくないって。はあ、多分寝てれば収まるから。あー痛い。マリちゃん大丈夫、ね、大丈夫。直樹さん、君医者になりたいって言ってたよな。何とかしてくれないか。そんな、医者目指してるからって入江君はまだ。分かった、とにかく見てみましょう。吐き気は、うん、ないみたいです。熱は、うん、熱も特に。ちょっと脈測りますよ。直樹さん、マリは大丈夫なんでしょうか。どの辺が痛い。ちょっとお腹見せて。やだ入江君、そんな人の体触らないで。ねえ、やっぱり救急車呼んだ方がよくない？病状によるって。だってじゃあディナーは。今それどころじゃないだろう。やだ、触らないでよ入江君。他の女の人なんか触んないで。いい加減にしろよ。お前は医者になろうって男と結婚したんだろう。ちょっとは自覚しろって。入江君、患者の状態を見ている夫にこれからもいちいちそんなこと言うのか。そんなくだらないことに付き合ってられるかよ。それが分かんないようなら一緒になんかいられない。直樹さん、ちょっと言い過ぎじゃ。琴子さん大丈夫ですか。奥さん追いかけなくて。奥さん大丈夫ですね。軽い食当たりでしょう。この時間なら薬局空いてますから、普通に薬飲めば痛みは収まってくると思います。 ありがとう。たくみくん買ってきて。うん、分かった、すぐ。奥さん早く迎えに行ってあげた方が。たくみくん早く。はい、じゃあ。じゃあ俺はこれで。直樹さんって冷たい。まあ琴子さんが相手じゃ仕方ないか。本当は好きじゃないんじゃないの。お腹痛いんじゃないんですか。お芝居しちゃった。お芝居だって直樹さんと二人きりになりたかったんだもん。マリ聞いたわ、あなたたちってまだ何もないんですって。まあ無理もないわね。琴子さんじゃ手出す気にもなれないんでしょ。一目惚れなの私。琴子さんよりも先に直樹さんに巡り会えてればよかったのに。そしたらお互い間違った結婚しなくても済んだのに。今からでも遅くないわ。うるさいんだよ。え？お前みたいな女100回巡り会ったとしても100回とも無視してやる。